オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、小芝風花です。今回の書類男に人だけでという作品は、まあ、私が演じる結城という女性がもう彼氏にも振られたり仕事もうまくいかなくて崖っぷちなんですが、こう再就職するんですけど、間違えて男として採用されるんですっていうところから物語は始まるんですけど、偽りの自分、男性としての自分を通して本当の自分を見つけていくっていう社会派ドタバタラブコメディとなっております。もともとその結城という女性は多分芯が強くて、こう自分の意見もはっきりしている強い女性だと思うので、そこをしっかりこう男性になってもその芯の部分はぶれずに、格好を男性にしただけでこう周りの見る目が変わるっていうのが今回すごくキーだと思うので、男と女で全然違うっていうのが、なのでそんなにこう何かをこう強く変えるっていう意識はないですね。まあ、女性なら誰しもが共感できるような内容になってると思います。なんか私もこう来世は男性がいいなとか、男だったらよかったのにって思うことってあるんです。もうそれが小さいことでも、なんか夜道歩くの怖いなとか、なんで女だからってこんな認めてもらえないんだろうだったりとか、きっと共感できることってたくさんあると思うんです。でもだからといって女性だけに見てほしいわけじゃなくって、きっと男性には男性のこう中で大変なことだったりとかはあると思うんです。男だから女だからっていうのは関係なく、こう自分のやりたいことだったり、こう好きなことをまっすぐこうしたいって思ってる人はきっとこの作品を見て共感して楽しんでいただけると思うので、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思います。10月11日日曜昼2時放送、書類を男にしただけで、ぜひご覧ください。